知道。Morning eight。FM ギナーをお聞きの皆さん、おはようございます。今日は5月3日、モーニング8火曜日、これから生放送でお届けいたします。時刻は7時35分を回っていますよ。宜野湾市急な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから火曜日担当の私、ミーノーがお送りします。よろしくお願いいたします。私ゴールデンウィークっていうのがないんですけど、皆さんゴールデンウィーク中の予定何かありますか？今日も祝日でお休みですね。先週の金曜日から休みだった方結構いらっしゃるかと思いますが、私は去った土曜日は久高島に行ってきましたよ。人生初の久高島。そして、詳しくは観光のコーナーミノリズムでお伝えしますね。その後日曜日は前田岬近くのビーチに行ってダイビングをしたり、サップといってサーフボードのようなものに乗ってオールを持って漕ぐものがあるんですけど、それを楽しんできました。周りには子供連れで遊びに来ている親や家族同士で来ていてバーベキューをして楽しむ人がいて、こういう風景を見るだけでなんだか優しい気分になりました。休みはこの休み皆さんは何をしていましたか？そしてゴールデンウィークの予定、今日から何か予定ある人いるのかな？でもなんだか天気はあいにくの曇り空。なんだかな、予報では晴れって聞いてたんだけどな。今日から崩れるんだ。あ、そうなんだ。残念だな。でもゴールデンウィークは、沖縄県内いろんなところでいろんなイベントやっているので、皆さん調べて遊びに出かけてみてくださいね。そして今日のテーマは、ゾッとする話です。今日蒸し暑いですからね。皆さんからゾッとする話待ってます。私も、最近ちょっとゾッとすることがありましたので、後で紹介しようかな。ね。小出しに行こうね、今日はね。そして番組がなんとちょっとリニューアルしています。ちょっとコーナーの順番が変わったり、あのコーナーがなかったりとなっていますので、楽しみながら聞いてください。この番組は皆様からのリクエストやメッセージで成り立っています。今日のメールのテーマは、ゾッとする話です。メールアドレス、797@fmgnan.com、797@fmgnan.com です。また、FM ギナンでは、ユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギナンのホームページから、もう簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますよ。そして、サイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリ FM テイで聞いてください。アプリ FM テイ。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全盛同時放送をお楽しみいただけますよ。よろしくお願いいたします。それでは気分が上がります、こちらのナンバーオープニングで流しちゃいましょう。Who let the dogs out by Bahman? ちょっと風の位置ずらしてもいいですか？あ、いいよ。あ、高くしていい？はい。高く。温度？入れてんじゃん、メール。できました。うん、よかった。よかったです。よかった。美の今日はワンピースでございますよ、皆さん。ワンピースだよ。寝巻き、富士。よく言われる。よく言われるよ、それ。寝巻き、封じ。
全然大丈夫です。何を言われても。何なら囚人服って言われました。違う違う、この格好悪い。そう、これ囚人服って言われたんです前。Oh, at the drug sam。最終日なんだ。あはー。タロッチ。休み最終日。マジー。始まったばっかりだよ、でも。泣くなよ。Let the dogs out! Ooh, 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 let the dogs out! Ooh, let the dogs out! 次は道路交通ですね。はい。時刻は7時42分を回りました。 79.7MHz FM ギノアよりお天気、そして道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からです。本日5月3日沖縄本島地方や先島諸島は東シナ海にある前線の影響で曇っています。そうなんだ残念だなそして降水確率なんですけれども、朝6時からお昼12時までが 40%、 お昼12時から夕方6時が 70%、 その後夜中0時まで 60% とだんだん強くなっていきますね。日中の最高気温今日は28度とちょっとジメッとしたお天気になっています。南の風やや強く、後北の風やや強く曇り、昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るところがあります。波の高さは2メートルです。沖縄本島地方では3日昼前から夜の初め頃にかけて雷雨や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に十分注意してくださいとなっています。以上お天気をお伝えしました。続いて道路交通情報です。まずは沖縄自動車道からです。現在沖縄自動車道事故の情報が入っています。沖縄自動車道下り北インターチェンジ付近で、接触事故です。沖縄自動車道下り北インターチェンジ付近で接触事故です。皆さん慌てずに運転慎重にしてくださいね。ちょっと今日は曇っているのでヘッドライトの点灯をお勧めいたします。よろしくお願いいたします。続いて一般道です。今日は祝日ですからね、もしかしたらそんなに混んでない。お、素晴らしいなんと現在渋滞ゼロです。素晴らしいですね。いつも道路交通情報というサイトを見て皆さんにお伝えしているんですけれども、渋滞の場合は、赤い線が道路に入っているんですけれども、今日真っ白でございます。
素晴らしいですね。いや、祝日ってこんな感じなんですね。うん、そっかそっか。じゃ今から、あ、自由なんだね。今から起きて出かける人もいるんだ。あんまりこう、うん、聞いてる人もあんまりいない。聞いてる人もあんまりいないから。寝てるから。自由に喋れる。もう危ないですね今日は。いやいや、聞いてる人いるからね。もう山内さんすぐこんな言うからさ、怖いねみんなね。以上、道路交通情報をお伝えしました。じゃあメールいきましょうね。はい、いい曲。今日はリニューアルだからね、模様替えしたから、皆さん楽しんで聴いてくださいね。早速メッセージ紹介していきましょう。おはようございます、又吉美乃さん &FM ギノワンのスタッフの山内さん。今日もおかしな銀のトロンボーンです。おはようございます、又吉美乃さん、山内さん。今日もこちらは霧がかかってすっきりしない天気ですが、ギノワン市の上空はどうですか、晴れていますか。現在 FM 技能からは見えるお空、曇りですね。めっちゃ曇ってますよ、どんよりしています。霧、ちょっと霧がかかっています。こちらも本日のテーマ、ゾーッとするお話ですか。ゾッとではないんですが、去年でしたかな、仕事帰りの夜、道路を横断しているのを、引き殺しました。それも3匹、台湾ハブだけどね。体長が80から100センチくらいでした。マジか。そんなに。台湾ハブってなんだろう、私見たことないかも。うん、こんなって、こんなって、こんななってる、こんななってるハブだね。山内さんが教えてくれたけど、それがハブだね。指で今教えてくれたんですけど、細長くて前に頭があるって。そりゃそうだわ。そうなの、3匹も、どこ通ったら3匹も殺せちゃうの。車で引いちゃったんだね。そっか、でもこの時期なの、うん、ハブって、うん、夏とか、夏、夏場ですよ。梅雨の時期が過ぎたら出てくるって感じですか、それとも梅雨。夏じゃない、夏なんだ。そうなんだ。私ハブ2回ぐらいしか見たことないから、自然にいるやつ。しょっちゅうあるんですか、うん、どこに住んで、そんな山に住んでた。山に住んでたんですか。ああ、そうなんだ。ハブなー、私そんな出くわさないんだよね。小学生の時に見たぐらい。ヤンバルじゃなかった。ヤンバルですけど。ヤンバルいっぱいいるだろ。でも見たことないです私、ヤンバルで。うん、ヤンバルなんて歩けば必ずいるさ。そんなもんですか。そうなのかな、私どこにいたんだろう今まで。じゃあ。そうなんだ。皆さんハブそんな見たことありますか。私そんなないんだけど。うん、見た場合どうすればいいんだろうな。仕方、それそうですよ、立ち向かっちゃダメなんですかね。捕獲しようとするみたいな。そしたらさ、うん、頭の方ピッと押さえる。頭の方ピッと押さえる、うん、そうなんだ、うん、ピッて触るまでが怖いじゃないですか。でも恐る恐る、足でピッて。あ、それ覚えとこう、じゃあ念のため。言ったよ、これからヤンバルで目撃するかもしれない私が。うん、そしてツイキャスの方ですね、先ほどオープニングでもご案内しました、ツイキャスがあるんですよ FM ギノワンは。そのツイキャスの中で皆さんツイッターで、やりとりね、リスナーの皆さんがやりとりしているんですけれども、今日もみんなたくさんつぶやいてくれていますよ。エコザイルさん、業者休みで納品できないから3連休になった、笑って。今日から、いいね、おー、よかったね。突然の休みって何しようか迷うな。うん、でも3連休だからやりたいことこの休みに全部できる、本当に。うん、私何しようかな、そんな休みないけど。海外旅行行かない。海外旅行行きたかったけど、ゴールデンウィークは見送りました。はい、ゴールデンウィーク以外で行きます。
じゃあこれいっちゃおうかな。銀のトロンボンさんからのリクエストです。ありがとうございます。島谷ひとみ、パピオン。私この歌好き。じゃあもうニュースだよ、これで曲終わり。早い。早いね。みんな模様替えどんなですか？あんま変わらないよね、まだ。早いな、やっぱ1曲しか書けないんだね、2曲か。そっか。あなたを苦しめて悲しませているものも自然の風に預けていこう。ベビーベビーこの月おはよう。あららがまさいがおはよう。ウィル・スミス、ワイルド・ワイルド・ウエスト、ケイ・ヒフミさん。みんなポカリの CM 出てそうじゃん。出てそう。こうやってタッコも。でもこれ水近くにいます。飲めるのにがいいけれど、朝は鼻水出るわけ。ミーノ。ミーノの格好いいよな。俺この格好好きなんだよな。ああ。このしましまですか。しましまというこのなんていうの。寝巻きみたいな、リゾート地で来そうな朝。夏は柔らかい、うん、これ着心地も良くて、うん、しょっちゅう来ちゃいますね。いいね。喜びの歌も本当に CM クリアに、うん、オファーしてオファー来て。綾瀬はるかの次一郎綾瀬はるか出てる。綾瀬はるか昔でしたね。そうそう、うん、何も望んだりしません。その体操はこの新聞の次なので、うん、はい、楽しみにしてください。そうだよ、いいの今日格好いい感じですよ。会える時には優しい笑顔。 AKB ファンのさ、アイコンが死にエロくなってる。夏仕様だ。 あ, あなたが私を変えて、私の取り出し狙って当てた世界が一つに溶け合う。あなたはアジアのパピオン。全部歌詞間違えてた。覚えてる方がすげえ。あ、あれ吉田羊さんなんだ。そうなんだ。ゼロかな。これ羊って芸名かな。違うんじゃない。芸名な、本名？芸名だぞな。羊って書くよこれ。空調補助廃止、対象81校。在沖アメリカ軍基地周辺の学校で実施されている防音事業の空調維持費補助が2016年度以降の実施設計分から一部で廃止される問題で、少なくとも7市町村の保育所、幼稚園、小中高65校施設が廃止対象になることが2日分かりました。各教育委員会からは、補助が廃止されれば財政的に厳しくなる、子どもたちへの学習環境への影響も懸念されるなど不安の声が上がっています。よかった、ニュースの時にくしゃみでなくて。ちょっと真面目モードになるからさ、ニュースはさ。在沖アメリカ軍基地周辺の学校で実施されている防音事業の空調維持費補助が2016年度以降の実施設計分から一部で廃止される問題で、
今日鼻水だな。いただきますね。はい、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えします。まずは琉球新報総合面からです。空調補助廃止対象81校。在沖アメリカ軍基地周辺の学校で実施されている防音事業の空調維持費補助が2016年度以降の実施設計分から一部で廃止される問題で、少なくとも7市町村の保育所、幼稚園、小中高、合計65校、施設が廃止対象になることが2日分かりました。各教育委員会からは、補助が廃止されれば財政的に厳しくなる、子どもたちへの学習環境への影響も懸念されるなど、不安の声が上がっています。続いて沖縄タイムス社会面からです。児童扶養手当増額12月支給。所得の低い一人親家庭に支給する扶養手当で第2子の加算額を月額5000円から最大1万円、第3子以降を月額3000円から最大6000円にそれぞれ引き上げる改正児童扶養手当法が2日の参院本会議で全会一致により可決・成立しました。施行は8月1日で、増額されるのは12月に支給される8月から11月分からとなります。続きまして、沖縄タイムス社会面からです。時差通勤始まる。効率向上に期待。県と那覇市は2日、ワークライフバランスの向上を目的に、時差通勤制度を開始しました。現在、就業開始の定時は午前8時30分でしたが、新制度では生活スタイルなどに合わせ、同7時30分から同9時30分まで、30分刻みで選べます。県と市は家族と過ごす時間の増加や、就業後の時間の活用、通勤時のストレス軽減などが業務効率向上にもつながるとして、今後も推進します。最後に、沖縄タイムス経済面からです。県の観光動画、地域賞に選出。優れたマーケティング活動で、社会に新たな需要を喚起した商品やサービスを表彰する、第8回日本マーケティング大賞で、推薦されたプロジェクト170件の中から沖縄県の観光ウェブサイト沖縄ザ・シークレット・イズ・アウトが地域賞に選ばれました。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました。よし。いつもとニュースの時間が違います。暗いの。暗いですね。喉痛い。風邪じゃないですか。ミッドナイトスターさん。And get on city. Hope you guys drop our music choices. じゃあ体操です。ダーンダーンダダーン違う。違う。結婚式だろ。ミッドナイトスターはアホだな。結構逆だろ。髪伸びたよ、アミの。臭いよな。臭い？全然。事務所が臭いわけよ。そうなの？ではでは。じゃあ行くよ。はい。
白井貫中体操始まり忘れちゃった、はい、左に1周あなんか変な右手で力こぶ繰り返します。両手を広げて閉じます。繰り返します。ちょっと待ってのポーズ。でもちょっと待ってメタボリック体をひねります。リズムを取ります。右からおいでおいで。反対リズムを取ります。3歩進んでイエイ下がってイエイ繰り返します。膝タッチ4回。歩いていくのは難儀だからマイカー使っていきましょう。ちょっと待ってのポーズ。でもちょっと待ってメタボリック気をつけて体をひねります。リズムを取ります。右からバンザイ右から下ろして横を押します。左手からバンザイ左から下ろして横を押します。膝肩バツ足踏みストレッチ猫ぎそして筋肉つけよう筋トレで面白い体操ね。なんかアレンジしたいね。スニッカーズ食べて現場取れるかねえ。切れちゃう。今つけちゃおっか。ラララギノアン市9のギノアンヒルズ通り沿いにあります FM ギノアンのスタジオからモーニング8火曜日担当のミーノが生放送でお届けしています。皆さん祝日ですよ。いかがお過ごしですか。今日も早起きできましたか。この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールのテーマはゾッとする話です。皆さん最近ゾッとしたことありますか。うん、ゾッとする話ありがとう大好きこういうのですね、メールアドレス言っておきましょうか。 797@fmgidan.com 797@fmgidan.com です。本当にねこの番組皆様がいるから成り立っているんですよ。いつもありがとうございます。そして FM ギノアンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノアンのホームページから簡単に見ることができますのでそちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますのでたくさんツイートしてくださいね。この後モーニングテーマモーニング8ではお天気道路交通情報をお伝えした後にその後にミノリズム観光についてお話しします。そしてメッセージを紹介して突撃あなたの朝ごはん教えてのコーナーがありますよ。さて何のコーナーがなくなったか皆さん気づきましたかそうです、自問自慢がなくなっちゃいました。ギノワン市のねいろんな情報をお伝えしていたんですけれども、もうねそれはフリーでねこの番組の中でフリーで私は紹介していこうかな、していこうと思いますよ。あの番組があったのでなんかいろんなこと分かることができました。あ、ギノワン市こういうのがあるんだとかためになりましたよ私も。それではですねリニューアルしたモーニング8お楽しみくださいね。では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 、お、ヒューフーミーさんからのリクエストがありますのでお送りいたしましょう。ありがとうございます。ワイルドワイルドウエストウィル・スミス。あー息子と歌ってる
セリフがあるけど。セリフで笑えへん。でも 89.1 って勘違いしてる人いないから。え、いつ始まるの？やっと来た。来たー。今日はわー。今日はパソコンが固まった、うん、パソコンが固まったいいねえ、いいね、パソコンが固まった本当？本当だ。あ、動いた。来た。よかった、ありがとうございますどうしようかな、ずっとする話、いつ話すの？これ誰の？いいの？違います、誰かの忘れ物だ。目立つようにしとこうか。どうしよう。ネタ切れではないです。 AKB さんいっぱいあるよネタ、喋、うん、り足りないぐらいで見るのいつも。ただフリーでやらしたいなと。皆さん、さてさて、いつも見てる沖縄手帳、これ大きいでしょ。便利だわけさ、とっても。ワイルドワイルドウエスト、ワイルドワイルドウエスト、ワイルドワイルドウエスト。あ、いいね、ここまで乗ってくれるって嬉しいね。ひひみさん、ありがとう、リクエスト。あの、メール。天気の後、はい、メール行って、うん、で、今日は何の日さ、うん、今日はその流れでやってみましょうかね。今日はその流れで、はい、かすかに聞こえる、かすかに。この通りでいいんですよね、台本通りで、うん、これ通りでやってみましょう。よっしゃ、今日ちょっとまた改めて聞いてから変えたらまたメールするさね。はい、気をしていたね。大幅に変わったらごめんね戻ったら全然いいですわーわー、皆さん休みですか？ひふみさんも休みかな？みんな休みかな？私休みじゃない。今日もこれから？今日もこれからです。全然ない。沖縄全然ない。高級部屋ない。祝日はもう通常出勤。平日の、ね、うん、逆に。おはようございます。これ何富士って言うの？何富士だろう。これ何富士って読むんですか？静か富士。あれか、仕事か。今仕事しながら聞いてる。そっか、仕事の人も多いよね、きっとね。サービス業、観光業なんてこんな時が仕事よ。休みだけどちょびっと仕事。そうなんだ、ちょびっと仕事。お疲れ様です。ウェザーリポート。あ、ひとみん。ふん。てるるてるるるてるるる。時刻は8時10分を回るところです。79.7MHz FM ギノアよりお天気、そして道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からです。本日5月3日。沖縄本島地方や先島諸島は東シナ海にある前線の影響で曇っています。
そうなんですよ。こちらから見える上空も曇ってます。宜野湾市上空降水確率朝6時から12時までが 40%、 お昼12時から夕方6時までが 70%、 夕方6時から0時までが 60% と、一番過ごしやすい時に一番降水確率が高いですね。日中の最高気温今日は28度です。南の風やや強く、後北の風やや強く曇り、昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るところがあります。波の高さは2メートルです。沖縄本島地方では3日昼前から夜の初め頃にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に十分注意してください。以上お天気をお伝えしました。続いて道路交通情報です。現在沖縄自動車道事故の情報があります。沖縄自動車道下り金インターチェンジ接触事故があります。沖縄自動車道下り金インターチェンジ付近で接触事故があります。規制がかかっていると思われますので、皆さん前方注意して走行してください。そして続いて一般道です。さっき、7時40分頃お伝えした一般道はなんと渋滞がなかったんですけれども、現在も渋滞がありません。素晴らしいですね。中部地区ですよ。ちなみに中部地区は事故の情報や渋滞の情報は現在入っていません。これからお出かけする方が多いかもしれないですね。雨が降ったらまた渋滞が発生する可能性が高いですから、なるべく早め早めの行動がいいかもしれません。以上、道路交通情報をお伝えしました。めっちゃお茶入ってる。ありがとう。はい、じゃあ行きます。はい。ではではメッセージ紹介していきましょう。おか、今日のメールのテーマはゾッとする話です。今日のメールのテーマはゾッとする話。今ねエコーかけてやってくれてるんですよ。ありがたいね、こういうの遊んで楽しいよ本当に。でね、この人は本当にいつもテーマに沿って送ってきてくれるか不安なんですけど、紹介しましょうか。ラジオネーム、あ、この人は大丈夫だよ。なんだかんだでアナコンダです。みのさん、おはゆいゆい。これ誰にも言わんでよ。俺の正体はね、気まぐれ戦隊、いつかはヤルンジャーのレーダー、レッドと見せかけてグレーなんだ。みのさんもピンクかイエロー、気まぐれで変身してこっそり入ったらいいさ。お、早速怪人が暴れてるって連絡が入ったぜ。よし、みのさん早速行くぜ。ん？何？めんどくさいから行かない？だって。その気まぐれっぷり、なかなか素質あるじゃねえか。気に入ったぜ。じゃあ来週は怪人の深爪、自業自得だけどほっとけないの巻きで、また会おう。気まぐれ戦隊かよ。ほんと気まぐれだね、こういうメッセージもね。いやいや、休みの日だからね、なんか贅沢にやりたいことをやろうよ。計画的にね、すごそうさ。なんだかんだでアナコンダさん、メッセージありがとうございます。なんでこのラジオネームにしたのかな。そうそう、ゾッとする話、なんでこのテーマに選んだかって言ったら、先週の違うさ、先週もかあのこの時期になったのかと思いましたよ。ゴキちゃんがさ現れて我が家のキッチンに、そう、あの足元見たらキッチンのこの角の方に何やらこの茶色い物体がいるわけさ、角の方に。もうはっと思って、お母さん動かないでって、お母さん動かないでこっち来てって言って、もうね、殺虫剤の役は私じゃないから、殺す役は私はやらないですよ。もう人任せでやってもらって、まあ、事なき得たんですけど、その後1週間後くらいにもトイレに入ったらばさ、
電気をつけた瞬間に私多分ゴキブリ踏んだの、ちょっとだけ。やつはちょっと逃げてる途中、私のこの大きい足が彼の体をかすめた感じはぁーってなって、それでも私は殺しません。他の人にさせました。そんなもんですよね。いやでもほんとすごいと思う、ゴキジェットの威力、あれすごいよね、ほんとにすごい、感動したで、こんな話してるそばからさ、あのミキサーの山内さん何したと思う今。携帯見せて、写真見せて、 UFO ってゾッとする。これ本当に撮ったんですか。本当に撮った人から送られてきた、本当に撮った人から送られてきた。これ沖縄ですか。ちゃったん、ちゃったん、もう一回見せてください。なんかね、うん、目撃談が結構多いわ。目撃談が結構多くて、いつ送られてきたんですか。1ヶ月ぐらい前に送られてきた。あ、本当だ、すごい、すごい、これ本当にチャタンだ。うん、チャタンのあのデパアイランドのところ。そうそう、 UFO みんな見えるかな、こんなやつ、こんなやつ、こんなやつ、すごいですね。今ツイキャスの方では皆さんに写真をお見せしたんですけど、これ本当に UFO かな何かが反射してるのかもしれないよこれ。違う、本当に UFO？、うんうん、まあいいや。これはでもゾッとしないな。インデペンデンスデーぐらいだったらゾッとしますね。あんな大きい UFO が地球を侵略してきたら。うん、それぐらいだったらゾッとするけど。まだかな、私は。皆さんゾッとする話教えてください。待ってまーす。何の日行きましょう。はい何の日の後これね、 The 1975、 うん、 The Sound、 OK です、行きますね。それでは今日は何の日のコーナーですこの時間に紹介することになりました。はい、はい、沖縄手帳を開いてみますと5月3日、今日は旧暦3月の27日となっていますよ。満潮時刻、夕方4時31分、そして干潮時刻、朝10時32分と夜の10時48分となっています。ご存知かと思いますが、今日は何の祝日かわかりますか？何の日かわかりますか？わかりませんか？今日は建国記念日です。嘘です。憲法記念日です。二丁目。二丁目よ憲法記念日ですよ。そして今日は何の日かと沖縄手帳に書いてあるのを見てみますと、那覇首里間に電車開通、1914年。電車ってあれ、今にも、あの公園にもある黒い電車、あの黒い電車、あーはー、あっちか、電車じゃないでしょ、汽車か、あれ汽車ですよね、うん、何の電車にしたんだろう、まあいいや。なんだろう。まあ、あと一つ言えば、那覇と首里間って、どっちも那覇だけど、昔は違かったってことですよね。そうそう。そういうことですよね。そうそう、うん、びっくりするよ、明日。明日もって。明日はね、明日何の日か分かる？これ分からない人多いと思う。5月4日。うん、5月4日何の日か分かりますか、皆さん。緑の日。そうだった。うん。5月5日は分かるよね。子供の日、そうです。今日は憲法記念日、明日は緑の日、明後日は子供の日で休みなんだよ。 OK ですか皆さん。うん、これは忘れないでくださいね。そしてインターネットの方にも今日は何の日ということでありますけれども、沖縄に関することはないかなって感じでもね、誕生花今日、うん、この時期って感じ、うん、タンポポ、おお、もう春を感じるお花、そして花言葉、かわいいなこいつ、思わせぶり、あら、かわいい、小悪魔です、小悪魔ですよ、ミーノです、ね、ミーノ、ミーノじゃないよ愛嬌があるね、タンポポっていいですね、二度おいしいよね、黄色い花が咲いて綿が出て、あ、そうだね、うん、綿がファーって風に吹かれた、あ、
あらららら、裸になっちゃったって。あれ昔見た時になんかひまわり、小さいひまわりって言って遊んでた私。そうだね、うん、あのツイキャスでさ、はい、ひふみさんのコメントが怖い、うん、ひふみさんのコメントが怖い、うん、ツイキャスで夢でじいちゃん噛んだらわっさー出てきた、怖いー、もう怖怖い。そう、私その、 あのゴキブリがいたんだよっていうことをツイッターでやった時にいろんな人がコメントしてくれたんですけど、その中にゴキブリに噛まれたことがある人がいて、わ、嫌だわ、痛いって言ってたんですよ。ゴキブリ噛むなと思って。噛むよ。ゴキブリって人噛むの？噛む。食べる。食べるの？食べるよ、あれ。人を？赤とか食べるの。嘘。赤食べるんですか？食べる人の赤を食べるの？食べる。あ、もう嫌だ。食べられるよ。やだ、私ゴキブリは人に絶対近づかないと思ってたんですよ。あ、だから寝てる時も近づかないだろうって自分の中で勝手に決めてた。違うんだ。あ、もう嫌だ、最悪。本当に最悪。もうこんな話朝から嫌だよ。でも皆さんこの時期ですよ、この時期だからね、もう家にいるかもしれないからね、対策しといてくださいよ。はい、ではでは曲いっちゃいましょう。 This 1975 The Sound。 ほんとこの時期だよ、しないよ。あのフットサルやってたんですよ昔、あの、はい、今もちょっとやってんだけど、うん、古い体育館でやって、はい、で俺シューズ忘れたってさ、うん、一回電気消えて、シューズ合わせたんですよ、取りに行ったっけ、うん、で、体育館は土足禁止だから、基本的に、おー、こう裸足でガンって行こうしたら、うっそー、しかもすぐいっぱいいた、うん、電気消えた後、すぐいっぱいの体育館、うん、体育館、古いわけ、しかもすぐ、俺あれから、何匹ぐらいですか、ん、何匹、もう全然多くない、俺が歩いたらわっさー逃げてくるの、もうよ、あれからもうゴキブリ殺せんくなって、触りません、もう何にも言えない。え、じゃあ見たらどうするんですか、ゴキブリと。もう全然、逆にヨーマさんとか出たからちょっと殺してる。やだー、こんな男の人。ゴキブリ殺せる男の人はもう沖縄の女の人の第一条件かもしれない。そうだね、うん、俺はもうダメだ。自分も彼氏に貸してもこっちでさ、出てももう誰かっつって、嘘やん、ここ出たことあるんですよゴキブリ。マジ、うん、うわダメだな。その時はあのミンの殺してよ。無理ですね、俺も無理。あー、もうどうする。ほらもうやだ。無理無理無理。もう本当やだ。ほら、ひとみにポテチ食べたそのままにして、ポテチ食べたそのままにして寝て、指先が痛くて、うわ、きますよ、マジ、ありえん。そうなんだ、静か富士山、本当地震の時、夜家のトイレ、大きな雲、どれぐらい大きな雲、これぐらい、沖縄のさ、林、森に行ったらって言おうとして、沖縄のもジョロウグモだろ、 ABC グモ、 ABC、 あの色が綺麗な赤とか黄色とか、うん、あれめっちゃいいや、わかる、もうありえない、あれはありえない。沖縄のこの林とかに行ったら ABC グモって昔の人は言うんだけど、うそ、うん、黄色とか赤とか、まあ主に黒なんだけど、黒ベースに黄色とか赤の色が入ってる、うん、こんな大きい雲デジでかいよね、あれ、うん、アンシマギーなと思うぐらい、うん、ミノの顔ぐらいあるよな、大きいやそれは大きいや。ほんとほんと、曲落ちた、あれ終わってないんじゃない、終わってない、CM 行きます、そのまま、うん、じゃあ携帯準備しよう、あ、そっか、ミノの方がやっぱしっかりしてんな。いやいやいや、お待ちさんに、これ刺すのがないです、今日こっちに、これ開け、
さすがないな、うん、あった、うん、あと皆さん、僕幽霊見えるようになりました。この前初めて小座の事務所で見ました。小座ですか？朝一。やば。朝一ってでも何時ぐらいですか？6時ぐらい。薄ぐらい？薄ぐらい？まだ。へえ。何何どんな人見たんですか？なんかさ、パッて見て、うん、その後消えてたわけ。あれ？だよな。どんな何を見たんですか？なんかさ、事務所の中にワイシャツのヤスと男がボーッと立っていて、でしょ？勝手に？勝手に。で次見たらいなくなったんですか？いなくなって、うん、一瞬だったわけ。いなくなってたから俺も今いたよなって言った。声に出した。怖いだろ。ウケる。ウキちゃんが耳の横飛んで目の前に止まってけどそうそう、マジブーンってカナブンよりは少しにブー音が今でも耳の横飛んで、ほんとだね。そう、ゴキブリさ飛ぶって信じられないよね。信じられない。あいつら飛ぶんだよ。ていうか瞳にゴキブリエピソード多すぎ。確かに、ありがとう。今日ゾッとするあのショートのゴキブリやし。小座いるんだ。こっちもいるって言うの。あ、そうなんだ、うん、沖縄いないところないですよね。ないないない。そもそもの話なんですけど。大体いるから。あれした？あの、なんだっけ、心霊スポット巡りとか一回ぐらいやった。あ、その時あった。でもちょっとマジ、うん、ちょっとあった。喋って。はい。っていうか、ね、メールも結構来てるからね。今日撮ってくれるから、一応昨日天気良かったから撮ると思うんだよな。撮る？宜野湾、あ、電話。宜野湾浦添漁港の内間さんにかけます。前の日が天気良かったら、うん、船が出るから撮るって。うん、何回か撮らしてるけど撮ってくれないって言ってました。あなたの朝ごはん教えてー。穴場な穴場な穴場な。パッパッパラッパラッパッパラッパッ穴場な穴場な。このコーナーは健在しております。楽しいからね、これ。生放送ならではの楽しみだと思います、本当に。このコーナーは FM ギナンのスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけ、今日の朝ごはんを教えてもらうというちょっと迷惑な企画ですが、今日は、宜野湾浦添漁協の内間さんにかけてみたいと思います。何回かトライしてるんだけれども、取ってくれないということで、かけてみましょう。さあ、かけてみますが、呼び出し中ですよ。電話に接続します。あ、発信音の後にメッセージを録音してください。メッセージ入れとくか。びっくりした今。やっぱダメなのかな。昨日天気が良かったから、漁協、うん、結構良かったんじゃないかなと思って、うん、やったんだけど、もう一回かけてみていいですか、じゃあ、うん、聞きたいじゃんね、このセリのどんなだったとか、うん、セリの状況、おすすめとかね、今の時期おすすめの魚とか。留守番電話に接続します。発信音の後にもう切った。もう切った。もういいよこれ今日は。ああ、もう終わりのエンディングの曲なんですね。じゃあもう今日は
うん、私も今日食べてないな。山内さん何か今日食べました？サンドイッチ。サンドイッチ。おしゃれ。あ、コンビニで。コンビニのサンドイッチ美味しいですよね。うん、私あの普通にツナマヨのサンドイッチが好き。ツナマヨ美味しいコンビニの。でももうちょっと具が入っててほしい。端っこまで、うん。あれ真ん中にしか入ってないから。あれ意地悪だよ。ちょっと。じゃあ今日の朝ごはん。ちょっと通じなかったんですけど、山内さん今日サンドイッチ食べたって。以上、突撃あなたの朝ごはん教えてでした。あ、この曲好き。いいよね。はい、声なってないっす、うん。あ、気になる。私もゴキブリ北海道いるかいないかね、うん、いないけど。本当？最高だよじゃん。まあ、いいや、これ後紹介し。はい。ドリーム。So wake me up, man. 朝のゲノラに久しぶりに来ました。皆様おはようございます。おはようございます。おむしゃおむしゃ、たおすけさん、コンティニアコイン、ありがとう。ディズニーシーにこういう声してるパフォーマンスの人がいるの分かりますか？マジ？うん。ソジーンの格好をしてるんだけど、この人もパフォーマーで、このね、いろんな音を駆使してパフォーマンスするんですよ。マジ？ちょっとどいてー、もうちょっとどいてーって言って。いいね。面白いよ。ディズニーシー行ったことない。テレテレテテレテテテレテレテテレテテレ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 テテレテレテ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 この時間帯くらいから皆さん起き出すんですね。そうなんだ。じゃあコーナーです、この曲の後。はい、皆さんおはようございます。今やっぱ起きるんだじゃない？もうそろそろ起きようかなみたいな、うん、祝日だけど。だから皆さん早いよね。ひとみんちゃんも早いね。どうしたんですか？どうしたんですか？この後どっかお出かけするんですか？ね、デートですか？デートですか？もうおのろけはいいですよ。いいですよ。書かないで。I'm shy, I'm shy, I'm not enough. でも no, I was wrong. We all marry the continue going.一人の時ゴキブリ出たらどうする？殺せる？殺虫剤が近くにあったらやりますけど、取りに行ってる間にどっかに逃げるのが嫌だから、私ずっと見てる。こうなって見ててもや変わらんだろ。こうなってずっと見てる。こうなってずっとしてどっか行くの待つ、うん、どっか行ったら余計怖くない？でしばらく見てて動かなかったら、うん、じゃあ今パッて取りに行こうみたいな。ああ。で私ゴキブリの気配感じるんですよ。わかる。あった気配ですよな。うん。なんだろう、ね。あれ何あれ。なんなのあれ。なんだった。めっちゃゴキブリ気配感じる人いる？私と山内さん感じるって気配。いや結構感じるじゃん。あれ何なんだろう。気配出してるよ。気になる。気配あるよね。いるかもしれないと思ってちょっとこう目を凝らしてみたらいるみたいな。そう、死に怖い。パララララッタラララランパララランパララララララ。あ、かぶってる曲がちょっとおしゃれになってるし。うう後ろシュッ。大丈夫、今気配感じないから。はい、行きます。はい。
このコーナーは私が観光についてお話しするミノリズムですが、なんか BGM が今日はちょっとジャズですね。おしゃれ。今日からジャズ。衣替えしたモーニングエイト。BGM、うん、変わります。変わりますか。そうですか。うん。私、実は、去った土曜日に、久高島に行ってきました。うん。今まで久高島は聞いたことがあるだけで、お話を聞いたことがあるだけで、行ったことはなかったんですけれども、行ってきましたよ。やっと。念願かなって。久高島に行くには、まず、南の方ですね。沖縄の南部の方に行きまして、あざまサンサンビーチご存知でしょうか、うん、そう、そのあざま港にある船、フェリーで行きます。片道大人760円ぐらい。うん、往復で1400円ぐらい。でももうちょっと安くて1200円。高速船だとね、200円ぐらい高くなっちゃうんだけど、私両方乗って行きました。で、私のお付き合いしてる彼と、その彼の友達、カップルと一緒に行きまして、その友達が、この久高島に住んでいたことがあるということで、フェリーも、本来は立ち入れない場所も入ることができて、この友達に感謝なんですけど、久高島着いてすぐ坂道を登っていくと2カ所自転車を借りるところがありました。その2カ所で自転車貸し出しあったんですけど、自転車乗る乗らないってなった時に、この友達がいいよ、親からもらった足がある、歩こうとか言って歩き始めたんですよ。でこの友達を先頭にして久高島歩いて行ったんですけれども、すっごいいいところでしたね。もうなんと言っても静か静か静か。そして防風林がたくさんある。で昔ながらのお家がねもちろん残ってて、貧困が当たり前のように、そう、各家庭の庭にあったんですよ。ものすごい良かった。で道、あまり車も通らないんでしょう、細い狭い、大抵レードも車無理やり通るみたいな、そんな感じでしたよ。ちょっとした商店に入ると子供が蝶々を取って、かご、虫かごに入れて、見て、ちゃーちゃーとか言って、無邪気に私たちに話しかけてくるんですよ。かわいいなーと思って、しばらく歩いていると、この友達のことを知る島民の人が、車を貸してくれて、その車で、久高島、いろんなところ行ってきました。で、やっぱり、海が綺麗でしたね。本当に綺麗で、ちょっと曇りだったんですけど、後半晴れてきて、すごい良かった。で、釣りしてる人がたくさんいる。で、釣りしてる人に何か釣れましたかって聞いたらば、グル君が釣れたって言うんですけど、見たら、アンワールのグル君。私、アンワールのグル君見たことなくて、すっごい興奮した。グル君って普通、赤ですよね。赤が一般ですよね。でも、青色のグル君なんですよ。めっちゃ綺麗だった。超綺麗。びっくりしたよ、本当に。で、しばらくして歩いて、で、お昼も食べて、食堂がありましたので、お昼食べて、じゃあ船で帰ろうということで帰ったんですけど、日帰り、びっくりしたのが、時間経つのが遅いんですよ。私たち午前中に久高島行ったんですけど、もうお昼過ぎて3時ぐらいかなと思ったら、まだ11時とか。そう、やることないから。これ一応本当なんですよね。雰囲気を味わうだけでも楽しいんですけど、そう、した友達が言い寄ったよ。この久高島住んだことある人が、あ、言うの忘れたけど、久高島時間経つの死に遅いからよって。びっくりした。本当に。でもね、ちょっとした時間が空けば、久高島遊びに行けるって私分かったので、また時間があるときに行こうかなと思った。うん、その時はもうちょっとこう、下調べして、どこが有名とか、いろんな歴史があるとか、そういうところを下調べして行った方がもっと楽しめると思いました。うん。まだまだ沖縄にはいろんな離島があるので、もうちょっと離島を巡ってみたいなと思います。うん。そしてですね、ツイッターの方でコメント。深夜の星空さんが、久高島懐かしいな、嫁との初デートの場所だよって。すごい、初デートで久高島行ったんだ。チャレンジャーだね。
すごいね。でも初デートだから楽しいかも。自転車もあるからいいかもしれない。うん、初デートで久高島、山内さん的にはなしだそうです。以上、今日もミノリズムお伝えしました。This is what you come for, came for. では一曲お送りしましょう。Calvin Harris, This is what you came for. くるくんは元気な時は多くて、そうなんだ。そうなの？あの青いのじゃグルくんなんだね。青いのってグルくんなの？あれが赤なの？じゃああいつら一緒なの？赤と青も一緒なの？すごい、初めて知った。めっちゃ勉強になる。サウナの心さんも見に来てる。ありがとうございます。あとね、今日電話がなかったから、うん、結構時間あるので、はい、メール2つ3つぐらい読んだ後に、はい、曲行ってお知らせいきましょう。 OK です。小座に幽霊いたって言っていいんですか？いいよ、行ってるし。やば、覚醒した。覚醒した。あ、いや、こっちも出るんですか？いや、こっちも俺初めて見たわけ、感じたこともなくて、うん、でも見える人からは山内さん絶対見えるようになるって言われてたわけ。へえ、なんでだろう。なんか、ね、そうなんだ。見えるんだろう。でも見えた時がありました。うん、うん、夢は当たったりします。出た。夢とか、あと視線感じるとか。出た。視線感じるのはエロい人が見てんじゃん。あとあれ、よく寝てるときに、うん、半分起きてるときってあるじゃないですか。寝てるか寝てないか、うん、そのときによくある、あの金縛りとか。 あとそのときは隣にいるのが分かる。うん、うん、彼氏じゃなくて、うん、座ってたりする。マジで。ああ今いるなとか。で、前びっくりしたのは、この寝てるか起きてるか分かんない間、うん、夢の中みたいなので、そういう悲しみになって、うん、女の人が大丈夫寝てていいよ、いい、怖っ、逆に怖いっていうのを言われた。うーん、怖っ。怖いですよね。怖っ。いや起きるよみたいな。ゆうさんがね、嫁のおばあの墓参り兼ねてのデートって、なるほどね、うーん、やることはやったよって、そういう報告はいいですよ。やったんだ、そうか、やったんだ。よかったね。でもハードル高くない？あの初デートで、そういう離島って、うん、レベル、ハードル高いね。うん、すごいすごいな。ひふみさん、人が集まるところは出やすいね。そうなんだ、人が集まるところ出やすいんだ。出やすい、出やすい。そうなんだ。特に曲とかはほら、なんか置いていくのみんな。あー、いろいろ、うん、へえ。こうなったらあれだけど、FM 沖縄も出るんですよね。出そうだよね、うん、絶対に。あっちね、強い人が来たら分かるらしいです、すぐ。曲終わりでじゃあ、寝るね。はいよ、多分寂しがり屋さん。はい、ではでは、どんどんメッセージ紹介していきましょう。みのおはやう、やまちんおはやう、エコザイルだと思う。ゾッとした話ね。あるよ、あれは8年くらいで、引っ越し屋にいた頃じゃった。
とある引っ越しの現場で台所に畳2畳分くらいのすのこが敷いてあった。するとそこから一匹の黒い物体が勢いよく飛び出してくるではないか。そう、クウミやゴキブリじゃった。そのすのこの隙間を覗くと、あたり一面 G の群れ。うわ、周りのみんなはその場から逃げ出し、自分一人、お客さんに殺虫剤ない？と声をかけると、ピレトリンを手に入れた。右手にピレトリン、左手に生えた敵を持ち、スノコの隙間からピレトリンを吹いて G が出てきたところを生えた敵で応戦すること十数分。見事リアルテラフォーマーズの脅威を退け勝利しましたとさ、ミーの頼りになるだろうって。これですよ、男の人は。山内さん見習って、これこれ見習ってピレトリンね、もうなんか沖縄っぽいよ。うん、わかる、テラフォーマーズってわかりますか？漫画が人気だったのかな、最初は漫画なのかな。あのゴキブリを火星に飛ばして、したら何十年後かにその火星で育ったゴキブリが進化を遂げて人間みたいになってる。ものすごく早く動くし、ものすごく生命力が強いっていう、そういう漫画があるんですけど、うん、結構人気出たんですよ。で、今これ映画でもね、実写されてるので、興味ある方見てみてください。そしてエコザイルさん、拍手。よくぞ戦ってくれましたよ、本当に山内さん、これが男の鏡ですよ。沖縄の男性も見習ってくださいではでは、他にもメッセージ紹介しましょう。ラジオネーム AKB ファンさんです。モーニングネーム AKB ファン山内さん、みのみのモーニング8お聞きのリスナーさん、おはようさん、おはようさま。ゴールデンウィークは俺は仕事、早く仕事終わらせて嫁にイオンモールにアンパンマンショーでも連れて行ったのかな。テーマ、ゾッコン話、いや、ゾッとする話、俺ですか、俺が嫁と付き合ってた時ですかね。真冬の朝方4時ですか、車で帰ってた山道、すっと一瞬ライトを持たず長いスカートの女性が見えたんです。俺は霊感なんてないのに、スピード上げて猛ダッシュして帰った時がありました。あの時戻ってたらどうなってたかゾッとします。以上だ。なんでかな、女の人って道に立ってること多いのかな。不思議ですよね。なんかタクシーの運転手さんとかも見るって話聞くじゃないですか、よくね。嘘かなと思ってたら結構本当だったり、うん、タクシー運転手の人は結構見るらしいですね、マジで。沖縄は、あの、聞いたことあるのは、あの、何ね、沖縄の昔の子供、着物着た子供が何人か走ってる行くのが見えましたとかありますよ、これ。沖縄はね、どこが出てもおかしくないよもう友達になった方がいいよではでは、他にもメッセージ紹介しましょう。今日は付け名をバッチリ決めて畑にお出かけするわ。ターバンを巻いてアラブ風に、では髪の毛をくるくるに巻いてお出かけ、ヨギシコジャパンでしたどこに行くんだい付け間つけるの、本当に。私つけないけどってことはお仕事に行くのかな、ヨギシコジャパンさんは。今お仕事してる人もいるかもしれないな。その方本当にお疲れ様です。サービス業をしてる方っていうのは休みがないですからね、うん、本当にありがとうございます。仕事している人がいるから社会が成り立ってるんですよね。感謝です、ありがとうございます。うん、それでは、それでは、それでは、メールあといつ？時間ない。時間ない。見てごらん。本当だ。意外と。時間ないですね。意外といつだな。じゃあ、曲いっちゃいましょうか。山下達郎さん、Ride on Time。水平線。びっくりしたな。結構ないですね。意外とないね。うん、これ途中までかけてガガッとメール紹介しましょうか。はい、いっぱいあるぞ、まだいっぱいあるぞ。スカーフだミーノ、そう、今日は夏風のスカーフなのだ。そう、今日かっこかわいいんですよ。またかわいいだろう。マスコさん遅刻だね車で夜に池江島で夜景を見ていて、何気なく外を見るとハブに囲まれてびっくり。うわー、怖っ。
これはゾッとする。死ぬさ。死ぬね。死ぬよ。どうするか。やがて死ぬところだったよ。危な。眠いミーノって。まだ眠なんで朝だよ。うちの親父は飛んできた G をバレエのスパイク風に対峙してたんです。すごっ。こんなって強さよ。強いよなみんな。親父友達になりたいよ。一服堂さんおはようございます。 FM 沖縄の泊まりは有名な心霊スポットだった。そうよく行ってたよ。行ってましたか。うん、あっちはそうだった。警察にもかけられて。問題児じゃないですか。じゃあそこにいたらね。何だったっけ。 VF? VF 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 のさ、このメインの建物の隣にレストランみたいなのあるわけ。へー。外人の2階ぐらいに、うん、あそこいつも明かりついてて、うん、でもこんなところ来る人いるみたいな思ってさ、うんうん、でこまあ何度か行ってたんだけど俺 VF に、うん、その一回行ってみようっつって、うん、で行ったわけ。そしたらコンコンコンってやっててもなんかレストラン来るしよ、うん、入り口とか、うん、誰もいないわけよ。へえ。電気ついてないの。ついてるついてる。一番怖かった。へえ。3回ぐらいすいませんとか言って全然。へえ。行こうぜですか。やばいって帰った。寝てたはず。いや。何かい。ええ。怖いもん。一服堂さん、メダカの赤ちゃんが次々孵化し、ああすごーい。今ツイッターの、ツイキャスのコメントで一服堂さんがメダカが今孵化してるって、赤ちゃんがすごーい。前はね、うん、卵産んでるよとかそういう報告だったんだけど、あすごいね、おめでとう。そんな時期なのね、季節なんだ、すごーい。うん、ありがとうございます。経過報告。そしてメール紹介していきましょう。おはようみーの&山内に皆さん、ゴールデンウィークエンジョイしてる？ゴールデンウィークノープランナーなひふみです。ごっくんちょして、ゾッとした。小学校の時、通学路で追いかけっこして道に飛び出したら、バスが花をかすめて恐怖で行き、中学校の時、屋上から同級生に、マルマルは、しなしんどーって言ったら、同じ名前のヤッケーシージャーに睨まれた。笑えんって。高校の時、潜りでバイク乗ってたら白バイと目が合って U ターンしてきた。大人になって戦跡、戦跡、あ、戦跡か。戦跡をシャメ取って遊んでたら原因不明の交通事故。その後から見えない人の気配を感じたり感じなかったり、ラジバンドリー。今ゴールデンウィークなのに財布に1000円。一緒に泣いてって。ひやみかち、東北、ひやみかち、九州、そしてひやみかち、俺。そっか。コロナ禍で今聞いた話で一番ゾッとしたのは急ブレーキだね。通学路、追い越結婚して道に飛び出したらバスが鼻をかすめて急ブレーキ。危ない。もうこれも死にそう。本当に危ない。でも子供ってね、もう何、一生懸命になったらいきなり飛び出してくるからね、危ないよね。うん、気をつけてね。ではでは、こちらも紹介しましょう。ラジオネーム、名古屋のダンサーズです。みのおさん、おはようございます。今朝の名古屋は若干曇ってます。気温19度、寒いね。ゾッとする話ですが、ゴールデンウィーク特有の渋滞ですが、10キロどころじゃないですからね。最低でも30キロは覚悟しないといけないので、早朝に出発したりと工夫をしないと時間ばかり過ぎますね。ダンサーズは明日プチ旅行へ行ってまいります。みのさん、どこかへ出かけますか。リクエストもキラキラ、ウェイクミー、ウェイクアップ、今かかってる曲ですね。ありがとうございます。やばいね、30キロの渋滞って。やばい。トイレどうするの。トイレどうするの。我慢だよ。もう水も飲まない。水飲まない。もう膀胱炎覚悟。沖縄ではさ、2キロ渋滞って言われただけで、あっしゃもうシニアンマサイとか、何ギだね、もう2リーだねってなるけど、30キロ。もう行かないよ。もう大変だね。私はゴールデンウィークはどこかに出かける予定はもうないけれども、週末は飲みに行こうかなって考えてます。もうこれだけですよ、沖縄の人は。
こちらも紹介しましょう。ミーノーさん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、おはようございます。お便りは初めましての名古屋からみそにこみすきです。言いにくいな。今日はお仕事休みでラジオがゆっくり聞けます。テーマゾッとする話、霊感強い友人に後ろに軍人のような男の人が見えるって言われた時ですね。でも守護霊だから安心してって言われたけど、言われた時はゾッとしますね。友人の霊感は見える時と見えない時があるらしく、今私の守護霊はどうなってるのか気になる。確かに気になるよ。皆さんメッセージありがとうございます。そしてあと一つあったけど、あー時間ないな、いってつさん時間ないな。では来週もみーの聞いてね。よし、いってつさんごめんね。全体的にはいい流れだと思うんですが、はい、もっとところどころでメールを読みましょうね。読みましょうね。いっぱい来るからもったいない。いっぱい来るね。うん、その時間を作りましょうね。やっぱりね、はい、もうちょい読ませる時間。すごいね、ずっとする話面白いな、うん、いっぱいある。いっぱいあるね。女の人みんなも怖いかも。みんな怖くないよ。みーのあんまり怒らないもん。それは自分で言う。そう、怒りそうだよ。みーの怒らないよ。本当にめったに怒らない。マジで。うん。俺がじゃあ本当にゴキブリ出て、うん、みーの殺してっつっても怒らんだよ。それは怒らないけど、怒らないけど、もう山内さんもないな。ダメだなと思う。山内さんないなって。ダメだな。よよよ慣れてる。ひとみんさん。鏡越しに初めて幽霊見たときは見てしまったかも。うん、赤いドレスの白いシャツ。最近あったのは、これもうみんな寝てるときが多いのかな、うん、夢なのか、またこの起きてるのかのこの間のときに、うん、おばあちゃんが、うん、見えはしないけど、うん、あ、おばあちゃんがいるなって分かるって、うん、知らないおばあちゃん、女のおばあちゃんで、知らないおばあちゃん、知らないおばあちゃん、そしたら私が来たら、うん、線香の匂いがするからねって言うんですよ。いい、別に来なくていいじゃないですか。あそうだね、うん、そしたら線香の匂いするからねって言って、あ、そうなんだって言って、その後に線香の匂いするんですよ。しよった、うん、であっと思って起きて、うん、こう 目開けて起きて、うん、明け方ぐらいだったんですよ、うんうん、まだちょっと外が暗いかなぐらいで、うんうん、で自分の家も一応あの日ぬかあるから、うん、お母さんが線香やってるのかなと思って、うん、あ、お母さん線香やってるのかなみたいな聞いたら、何もやってないよみたいな。うわ、出たよ、来たんかいって。怖いな。おばあちゃん来たんかいって。おばあちゃん怖い。怖いよ。怖かった。でも自分のおばあちゃんちょっとユタ的だったから。でも自分のおばあちゃんじゃないんでしょ。私のおばあちゃんじゃない。知らないおばあちゃんでしょ、うん、知らないおばあちゃん怖いな。私のおばあちゃんはもう完全にあれはもうユタですね、うん、うん、じゃやっぱ才能あるんじゃん。怖いよ、そういう。気配感じるのは多いな。女が強いよってほら。本当はね、みーのお尻触っても大丈夫だと思われるぜ、そんな時は怒ってって。大丈夫、そういう時は怒る、うん、そのむしろあの手掴むかも、その触った人ちょっと怖そう。